吉住入道親王（漢文9年8月1日は、江戸時代初期の皇族、御用税天皇の第八王子で、母は天治、庭田智子。当初は徳川家康の勇士として直助親王と名乗った、千温院初代門跡、通称は八宮、御用税天皇の第八王子として誕生される。5歳の時に千温院門後に事情されて当時に入るが、 出家は先送りされる。その後、慶長19年に、新王宣言を受けて直助新王と名乗られ、翌元長年に徳川家康の勇士となった。元長5年9月17日16歳の時、マンホマーレソン寺シを開始として、出家、徳道を行って、吉住と名乗る。ところが、寛永20年11月11日に、突如海の国天目山に配慮される。 理由としては事務をめぐる大衆との対立、主乱による乱行、江戸幕府の朝廷及び寺院への介入を非難する、現時を行った、大遇に不満、出家に不満等、諸説が伝わるが飾り物である門関の地位への不満と、江戸幕府からの圧迫に対する不満があったとする、見方では一致している。後に、甲府の京元寺に移されて幽閉された。満2年に直によって帰するが、 地温院ではなく、潜入寺に居住。その後北野で減続して、引退生活を送った。後に、石安とゴース。67歳で没して、潜入寺に葬られ、潜連者行吉しが在代吉久大僧城の死亡が、送られた。明和五年の百回期に際して、名誉回復が図られて、改めて無下行員、宮永淳大和将の死亡が送られた。ありがとうございます。